人生のアホは、木木・高太郎の長編推理小説。新青年1936年1月号から5月号にかけて連載され、同年、版画社より刊行された。著者の諸女長編にして代表作の一つ。志願博士シリーズの一編で、第4回、直木賞受賞作品。単行本として刊行された際に、著者の提唱する探偵小説芸術論が、 関東に掲げられている。木木高太郎の最初の長編で、諸女作、網膜脈師症の発表から一年ほどで着手されたものである。単行本に収められた著者の探偵小説芸術論によるとそして、自分で作家として歩み始めてから、この一石眼を持って眺めると、彼にはかなり不思議と思われる現象が見られるのである。それは、彼がすでに読者であった間に、 幾度か疑問を起こし、幾度かその疑問に答えていた、探偵小説の本質に関する問題であった。日本の探偵小説団には、まだまだ、探偵小説非芸術論の盛んであることであった。もっとも、かく言えば、欧米の探偵小説団においても、また同じである。探偵小説は、文学でも芸術でもないという、探偵実話や犯罪実話からの出現を、 まだ忘れることのできない、それをまだ克服することのできない説が脅しを振っていることであった。このような思想は最もナイーブには探偵小説は一度読まれて、そして直ちに捨てられるものであったはならぬ、という定ーとして言い表される。月々の雑誌で読み捨てられ、読んでいるうちは面白いが二度と読む気がしない探偵実話や探偵記事と同じものであってはならぬ。 という思想から来ている。探偵小説も、まさに、純文学の小説、組手つきざる、芸術でなくてはならぬ、という思想から来ている。かく言えば、人は、その思想を追い詰めてゆけば、探偵小説はなくなって、純文学へ返して両費はせぬか、というであろう。いな、断じていな。探偵小説は、一定の条件を備な、下手文学である。鹿が一定の条件を持ち、 儀曲が一定の条件を持つのと同じである。しかも、歌や儀曲は、その条件が完全に美しく、満たされれば満たされるほど文学として優れてくるのであって、決して、ついにこれが同じ一つの形式に、起立して両秘はせぬのである。同じように、探偵小説は、その条件が満たされれば満たされるほど、優れた文学となるのであって、 かくして、ますます芸術となるのである。我らは、欧米の風のみを、市場の風とする必要はない。探偵小説の市場の形式は、探偵小説芸術論の思想より入れて、我らの手によって、帰って欧米に教えることになるにしても恐るるに、及ばぬではないか以上のような豊富の実践として描かれたのが、人生のアホである。そして、その描写について、 主人公の両吉青年の純粋の体験描写を用いたと述べている。由来、探偵小説はすべての人物を現実描写で描かねばならぬというのが従来の形式であり、もし体験描写を許すならば、それは単なるワットソンとして描かなければならぬというのがドイル・バンダインの法則である、この金華玉城に反逆の一思を放ったものだとも述べている。実業家。 平良りは、息子の良吉の非行を嘆いていた。それは、彼が、父親の借金返済のため仕事に忙しく、子育てを良吉の祖母である母親に任せっきりにしてしまったことが原因と思っており、女中の便屋が良吉の子を宿してしまったと思い込んでしまった。そこで、良吉を二十三年外国へ留学させようということになり、シベリア行きの列車で、 ヨーロッパへ一家されることになった。両吉は11月10日に東京を出発し、13日にはウラジオストックからソビート連邦へ行こうと決めていた。ところが11月1日に本郷に住んでいるある会社員の娘がストリキニーネで毒殺されたというニュースがあり、その娘が父の会社で扱っている平カシウの小箱を握っていたということを知った。もしも、 このことが、肥料家に関係があるのなら、両吉の留学も無期延期になると思い、両吉は11月3日に出発することに変更した。翌日、祖母は脳貧血の発作で倒れたが、その土作さに紛れて、祖母の愛蔵していた祖父の片目のピストルが盗まれた。両吉が持って行ったのではないか、と、皆が疑う中、11月5日に、 前述の毒殺事件と同様の老婆変死事件が起こり、警察は法医学者の小山田博士の判断を仰ぐことになった。さらに翌朝、代々木の平手を訪ねた一行は、そこで無三党の弁護士、高岡秀夫の射殺死体を発見した。捜査の中で、高岡が秀夫家に恨みを持っていることが判明し、両吉の名前が最有力な容疑者として挙げられた。その頃、 両吉は、モスクワで、かつての恋人で、高岡の命に当たる既婚者の鏡立つこと、再会していた。ありがとうございます。